さん。お達せ！悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのである。みんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込み、しばらくは平和な時が続いた。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。戦士たちは立ち上がった。だがピッコロが死んだ。ベジータ、ヤムチャ、天津飯、そしてグリリュー。たった二人の人造人間のために、この世は恐怖のどん底に陥った。それから13年の月日が流れる。これはもう一つの世界の物語である。ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の未来、最後に残った二人の戦士。そうか、わかった。トランクス、ありがとうございます。僕、頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、わかった。俺は本気だ。ゴハンさんを倒せるくらい強くなって人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その意気だ。これはどうだ。その調子だ。これはどうだ。よし、飲み込みが早いぞ。トランクス、さすがだ。これはどうだ。人造人間の強さはこんなものじゃないぞ。よっ、やってやる。よっと、よし、これくらいにしておこう。はい、いいぞトランクス、さすがベジータさんの息子だな。そんな、本当に本気を出したゴハンさんには絶対に勝てませんよ。そんなことないさ。君ならいつか俺を超える戦士になれる、きっとな。だといいけど。さあ、今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね、母さんには修行してることは秘密だし。じゃ、途中まで一緒に行こうか。はい。待て、トランクス。助けてくれ、ゴハンさん。あ、聞こえたか、18号。トランクス、
君はこの人を安全なところへ。これは奴らが来たら引きつけておく。わかりました。トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しいゲームができると期待したんだが。ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。人造人間、あのおじさんが言っていたのは本当だったんだ。なぜ来たんだトランクス。僕もご飯さんと一緒に戦おうと。君はまだ奴らと戦える力はない。うん、まあせっかく来てやったんだ、少しは楽しませてもらうぞ。仕方ない。君はできるだけ戦わず俺の後ろに下がっているんだ。あ、はい、わかりました。くぞ、勝とうと思うな。生き延びることを考えるんだ。とにかく隙を作ってここから逃げ出するんだ。今頃何の相談をしている。どこ見てんの。なるほど、少しはエベルらしいな。いい気になるんじゃないよ。逃げるなら今しかない。トランクス、この隙に逃げるんだ。はい。やれやれ、どうやら逃げたらしいな。大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。もう行こう。そうだな、次はもっと楽しめるといいが、あまり期待しない方が良さそうだ。よし、どうやら言ったようだ。そうですね。そういえばさっきのおじさん大丈夫かな。ちょっと心配だな。案内してもらえるか。はい、わかりました。